よ、見つけよう、食べ物編。なしはどっちでしょうか。でした。切り口がみずみずしいのが梨だよ。レタスはどっちでしょうか。正解はこっち。右がレタスで、左はキャベツでした。レタスはキャベツより中がスカスカだよ。レタスは火を通さずに生で食べることが多いね。ピーマンはどっちでしょうか。パプリカでした。皮が薄いのがピーマンだよ。私はピーマンは苦手だけど、パプリカは甘いから大好き。パンはどっちでしょうか。左がパンで、右がドーナツでした。油で揚げてサクサクしているのがドーナツだよ。パンはイースト、ドーナツはベーキングパウダーで膨らむんだ。スパゲッティはどっちでしょうか。スパゲッティで、左はフィットチーネでした。麺の形が違うね。スパゲッティもフィットチーネもパスタの仲間の一つなんだよ。牛肉はどっちでしょうか。おしまい。